え、ということで、第2部スタートしたいと思いますけど、第2部の曲からスタートしようかなと思いましたら、今日は特別にちょっと説明してほしいという、タイムリーなお話をしたいと思いますけれども、まずは最初にお送りするのが更新曲アンバサダーズということなんです。アンバサダーといえば、ついさっきブラジルに数が行ったという。 でも残念でしたね、日本負けてしまってね。でもひたすらサッカーまだ見てる、朝早起きしてっていう方いらっしゃいますか？ あ、2人しかいない。こんなに、もう日本負けたらそのまま、もう興味なくなっちゃいました。うちの母なんかもそうですけど、負けた途端にもう違うもん見てますからね。バラエティとか違う、オンリーなテレビ番組変わってしまいましたけど、でもね、 16位まで、残念ながらアジア人、アジア勢入りませんでしたけれども、どこがね、トップになるかなっていうのは、どこだと思いになります。私はドイツあたりか、去年もね、去年で前回もね、去年じゃないですね、4年に1回ですから、どこかななんて思いながら、サッカー好きの方はご覧になるかもしれませんけど、 こんなにいっぱいお客様いる中で引き続き見てらっしゃる方は2人というリサーチ結果でございました。さあ、それではこのアンバサダーズ、これは1982年のワールドツアーのために作曲されたマーチということなんですけれども、このニューヨークスタッフバンド、これが映画にも出てきますけれどもね、 これ前回私去年言ったかもしれませんけれども、マーロン・ブランドが出ているガイズ&ドールズ、野郎どもと女たちっていう賭博士が旧西軍の女の人に、猫の女の人引っ掛けようと思って引っ掛けるんですけれども、一生懸命デートしようとするんですが、逆にちゃんと貧困法制にさせられてしまうという、 まあミイラ取りがミイラになるような素敵なお話なんですけれどもね、皆様はどちらの立場かっていうのはちょっとね、私のこっちの立場、あっちの立場と思いながら、こんな映画を見ながら、旧西軍の音楽楽しんでいただけるとなんか楽しさが深くなるんじゃないかと思います。ということで、それでは鈴木はじめさんに指揮をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。更新曲アンバサダーズ。
ですよね、ブラスバンドの世界では大変有名な作曲家の一人ピーター・グラハムの曲でした。さあ、次の準備皆さん大丈夫ですか、今回みんな全員で歌います。次の曲のために歌うと、鈴木さんも歌になるんですか。失礼いたします。歌のこう式と演奏の式やっぱり違います。どうでしょうね。同じ感じでいきます。さあ皆さん後ろ姿でね、スマートな先生の後ろ姿をご覧になってますけど、指揮してる時の鈴木さんってにこやかなんですよ。ニコ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 してらしてて、お顔を皆さんにお見せしたいなっていう感じですけれどもね。さあ次の曲は自然の中に見るキリストの生涯という、先ほど言いましたけれども、ロバート・レッドヘッド、この方の曲なんですけれども、どういう曲の雰囲気かというのは、まず原曲の方、原曲は男性コーラスにためにね、ヘッドが作った、レッドヘッドが作ったんですけれども、その後にブラスバンド曲にアレンジしたそうなんですね。ですから元のを今日は全員で歌ってくださる。どういう歌かというと、多く澄み渡るガリラヤ湖に主は十字架の見かけ見たまえしかという、こういうこれが第一節なんですけど、このガリラヤ湖は湖っていうね、あれですね。さあ私の説明よりどんな歌になりますか。歌の後に続いて自然の中に見るキリストの生涯ということになるわけですよね。さあ原曲を聴いて、歌で聴いて、そしてブラスバンドでお楽しみください。Thank you.
い迫力でね、自然の中に見るキリストの生涯っていうのを聞きいただきます。まるであの映画をこう見終わって最後のすごいシーンにかかるっていうのにもぴったりなね雰囲気の曲ですよね。さあ、次の曲、お送りしましょうね。そうそう、映画で言いますと今年はあのキリスト教のいろんなあの映画がハリウッドでは流行ってるそうですので、日本にもどんどん入ってくるみたいです。こういう風なね音楽がこううまくねこういうのにインスパイアされたものが使われてるかもしれませんね。まあ、皆様の中ではノアの箱舟をご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですね。さあ次の曲はスリーキングスイングというウィリアム・ハイムズの曲なんですけれども、これはあのビゼーの音楽などにも含まれている知られたメロディー、3人の王の行進というメロディーをアップテンポのポのスイング調にアレンジしたものなんですね。3人の王がスイングしながら行進するということを想像していただけたらこんな楽しいんじゃないでしょうか。ハイムズはシカゴの旧西軍の音楽とシカゴスタッフバンドの責任を持つブラスバンド、それにも所属して、吹奏楽でも有名な作曲家でもあるわけなんですね。それではスリーキングススイングお楽しみいただきましょう。Thank you.
スリーキングススイングでした。さあここで鈴木さんちょっとお話を伺おうかなちょっと今はいどうぞ。メガネ忘れてっちゃいましたねさっきね、とんでもないこと言ってますけれどもいろいろね、言葉をいただいた日本旧制軍司令官の中将の勝一次郎さんから言葉の中に来年の7月創立150周年を旧制軍の大元のイギリスですか開かれですね、はい、なんか来年はイギリスにいらっしゃるんですか。私ですか、はい、私は予定はないですね日本でお祭りを日本でツアー募っていく者たちがいると思いますけど日本で の歴史というのはもうどれぐらいになるんでしょうね。突然聞いちゃいけない。そうですねかなり長いですよ。明治でしたもんね、さっきの資料を見たら。そこまで記憶力はちょっとね、我々ね年越しちゃいましたね、はい、じゃあとっても長いんですけど、明治からですから、でももう100年ぐらい経ってるかもしれない。100年以上経ってます、はい、昭和が何年あったかっていうのも忘れてしまいましたけれど、で鈴木さんの場合はニュージーランドにある旧制軍ウェリントンシデタルバンドっていうのが舌が出るバンドっていうのが来日した時もずっとこう招聘したりいろいろなさったという。はい、招聘の責任を持たせていただきました。と日本 の, バンドとニュージーランドのバンドとこういうとこが違うななんていうのありました。気持ちスピリットの上ではもう全く世界どこも変わりません。あとはそこの国々に、どれだけブラスバンドが旧制軍の中で底辺を持っているか歴史を持っているか、それが代々の次の世代に引き継がれているかっていうことにもよりますね。どうでしょう、今回このコンサートのために鈴木さんは4ヶ月間皆さんと一緒に練習を指導してくださったわけですけれど、去年もねちょうどここで、去年は6月1日でしたけれども定期演奏会で去年は初めての指揮をしてくださいました。今回2回目でいかがでしょう。でちょっとプログラムにもご挨拶書かせていただいたんですけども、ある意味の嬉しさと戸惑いを持ちながらですね、良いのだろうかと、自分にそんな大役が務まるんだろうかと思いましたが、でもこうした機会を本当に、設けていただくコンサートがある、そういうバンドがあるということは大変旧制軍にとっても幸せなことですので、機会に難しい聖書っていうと硬いなとか、キリスト教っていうとちょっと入りにくいなっていうことはありますけども、そういう、敷居を下げるというか、いろんなことを音楽を通して何か感じて喜びや幸せを感じていただければの幸せだなと思っています。心から感謝しています。もう宗教とかそういうのの全部枠を超えたところに音楽があってっていう感じでしょうかね。そうですね、もちろん紛れもなく旧制軍の音楽はキリスト教を伝えるため、旧制軍キリスト教の中の者たちがもう一度神様のメッセージなるものを明らかにされるために、人々を励ますため、そういう祈りの歌であり、さっきのアンバセダーで、ですけども、まさに救うこの世の中からいろんな心から救われるというのですかね、そういう表現をするならば、そういう方々が起こるためにいわゆる大使となって音楽が用いられるということを目的にクリアに持ってますけども、でも相対的に考えれば音楽がそういう役割をなすことができるというのはとっても素晴らしいことだと思っています。すごく音楽の力っていうのがね、いろいろな愛を伝えたり知らないものを知ることができたりってこともできますよね。さあ
それではまた後半の演奏よろしくお願いいたします。さあ次の曲は、これはハチャトリアンでもおなじみの歌劇スパルカタスよりアダージョなんですけれども、これはシェパードの編曲によるブラスバンド風に楽しんでいただくという曲になっております。それでは歌劇スパルカタスよりアダージョ。Thank you.
ラストの曲になります。先ほども言いましたけれども、ロバート・レッドヘッドの、3曲目ということで、コルプス・クリスティ、副題がキリストの体とついているわけですけれども、現在 の、 ステファン・コップ隊長の前の、ロンドンの旧姓インターナショナルスタッフバンド ISB の学長であったロバート・レッドヘッド大佐が現在旧姓軍指揮を、引退後、今カナダに住んでらっしゃるんですね。で、先ほども言いましたけれども、カナダ人だと思っている方がたくさんいらっしゃいましたけど、実はなんかお嬢さんが結婚してそっち行ったんで、一緒にレッドポードじゃなくてレッドヘッドもくっついてった、そういうことだそうなんですけれども、1994年トロントで開催された4つの旧制軍スタッフバンドのコンサートのプログラムのクライマックスで、レッドヘッド指揮によるこの曲が演奏されたということで、この場に実は鈴木さんもいらっしゃったし、長坂さんもいらっしゃったという、まあいらっしゃったメンバーこの中にも何人かいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうふうなとってもなんかね、皆様にとっても印象のある曲で、でそういうふうな輝かしい時のラストに演奏された曲を今日のラストに皆様にも聴いていただこうということなんですけれども、これは副題がキリストの体とありますので、ちょっとだけ内容をご紹介させていただきたいと思いますけれども、まあキリストの体はいろいろな部分があって、そのいろいろな部分を、間違ってたら鈴木さん言ってくださいね、こう集めていろいろ集めてって一つのものにしたり、神のものにこうなっていったりっていう形を、音楽にもそういう風な形でみんなが力を合わせていったり、精神的なものを合わせていったり、技術的なものを合わせていったり、音楽をいろんなパートを合わせていって一つのものを作っていって、まあ愛を見つけよう、見ようということなんでしょうか。今ちょっと間違ったこといっぱい言っちゃうかもしれませんから私、そういうことで3つの音楽からなっているんですよね。最初のリュック・エセスか、ちょっと古いこと言ってますけれども、ダーク・ダックスか、ちょっと忘れてしまいましたけれども、ドライボーンっていうコーラスでねありましたよね。ドライボーン多分お聞きになったら分かると思うんですけれども、それがまず最初に出てくるんですよね。でこれは骨バラバラになっているキリストの骨をなんかをこう一つにするっていうことですか。まあ、そんなようなこと、ちょっと違うかななんておっしゃって、詳しいことを調べたい方は今便利ですね、インターネットでこう調べられるんですけど、いっぱい書いてあってどれをねピックアップしていいかわからないという、ちょっと困った。今のさっきのスパルカタスが3分間だったんで、3分間でどれだけお勉強しようかなっていう感じでしたけれども、でもう一つが、私たちを一つに結びという、これは Bind Us Together っていう曲と、それからギブサンクス、大いなる方に感謝を捧げます、これは大きな心で感謝を捧げよう、聖なる方に感謝を捧げようという、さあ弱い人々が私は強い、貧しい人々が私は富んでいる、豊かになっているということですね、ということができるように、なぜなら主が私たちに大いなることをしてくださったからという気持ちを込めた曲っていうね、その3つからなる曲をラストの、演奏としてお聴きいただきたいと思います。コルプスクリティス、クリスティ、嘘言っちゃった、コルプス・クリスティ、キリストの体です。
第51回、定期演奏会もプログラムは無事かどうか分かりませんが命を落とさずに終わりました。今回は、鈴木はじめさんをお迎えして、救世軍特集ということでやらさせていただきましたが、英国スタイルの金管バンドを理解する上でどうしても救世軍の音楽を避けては通れないです。というのも、元救世軍人というか救世軍で音楽を、表現した方がですね、普通の出版社に移られて、まあ今も、救世軍で活躍している人もいますけれども、ペーター・ウェンとかウィリアム・ハイムズとかグレクソンもそうですね。で、金管バンドをやっていくとどうしてもそういう著名な作曲家は、調べていくと、救世軍人でそこで音楽を学んだというか、音楽を親しんでやってきた人たちがほとんどなんです。ですからどうしても、長いことというか、英国スタイルの金管バンドをやってるとどうしても英国の救世軍の音楽を理解しないとこれ以上先には進まないなというのが私の実感なので、49回の時も今回の51回も、鈴木はじめさんに、お願いしてこういうコンサートを開きました。で、次回の話になりますけども、次回は、残念ながらこの引き船ではなく、ホーヤの木漏れ日ホールというホールでやりますが、6年前はそちらで、何年ぐらいですかね、7、8年はやってましたけどね、そこでどうしても日曜日にホールが取るのが難しくてこの引き船に来ましたが、引き船も6年間、12回ぐらい、この演奏会を開きまして、まあもともとが、日頃の練習は池袋の芸術劇場の地下のリハーサル室でやって、地下じゃないですか、最近まあ安いところでやってますので、今、向こうでも7階の、ちょっと一番遠いところの練習場で芸劇の中でやってますけれども、なかなか続けるっていうことは難しいことで、前回も私、この1月のコンサートでですね、3日前に倒れまして、痛みをこらえて、50回の演奏会をに、参加しましたけれども、まあいいです、その話は、で病気だったので、どうしても、明日死ぬかもしれないと、今日死ぬかもしれない、今朝もですね、2時間も寝坊した人がいるんです、その中に。誰とは言いませんが、でそれをすごい気にした人はですね、その人の後輩で、昨日もここで夜練習したんですけれども、明日、6時45分に迎えに行くからねっつって迎えに来ないと、で一生懸命電話したんだけど繋がんない、でその家から10分ぐらいなので、自宅へ行ってピンポンピンポンと鳴らしたけど出ない、じゃあこれは死んでるかもしれない、その人を知ってる人は あいつは死ぬかもしれないなと思ってますから、死んだんじゃねえかなって言うんで管理人を、ね、鍵開けろと言ったら、救急の場合には、その人は弟さんがいるので、弟さんが、に連絡をついて開けてくれと言われたら開けますと管理人に言われて、それもできなくて、死んだかもしれないって言ったらやっと2時間、6時に起きる予定が8時に起きたと、
様だなという話はいいです。とにかく人間はいつ死ぬか分かりません。特にいつも池袋で練習してますんで、つい3日4日ぐらい前かな、あの脱法ハーモンありましたね、あれで池袋で事件があったって言ってパッとテレビに映ったらもう迎撃のすぐ脇なんですよね。同じ西口ですから。であれはどっちかというと北口の方の出来事ですけど、西口交番からすぐ近くのところってね、今はもうそういうどこで何が起こってもおかしくない。天気も集中豪雨がね、この間三鷹でも氷が降ったしね、今日もあのその集中豪雨があるぞとかいう天気予報でしたから、わざわざ、51回の私たちの庭園のためにおいでくださいって本当にありがとうございました。そういう環境の中で、帰りは、気をつけて帰ってください。それでぜひ来年1月の法や漏れ日の方に、ちょうど成人式の前の日なんですが、ゲストにエリック・バンクスという、元英国空軍中央音楽隊隊長、ロイヤル、エアフォースセントラルバンドの棒振りが元の棒振りがゲストと、で来ることが決まっております。この人は、英国で、英国軍の隊長さんにやってたんですけども、それをで今は、オーストラリアに住んでます。でその方が、ボーグルというコンサートを企画しておりますので、ぜひ、ここからこうやってのは大変遠いんですが、よろしくお願いします。本当に本日はありがとうございました。アメージンググレースで終わりにしたいと思います。
定期演奏会これにて終了でございます。皆様どうもありがとうございました。元英国海軍中央文学隊隊長のエリック・バックスを迎えての演奏会ということですので、どうぞ皆様お誘い合わせてお越しいただきたいと存じます。なお、そちらのホールの方、出たところで先ほどもご紹介いたしました足長育英会の募金をしております。どうぞ皆様ご協力の方よろしくお願いいたします。ということで、どうぞ皆様お帰りの際は忘れ物のないようにお帰りくださいますようお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。